リリーウオカラには、ハワイ王国第八代の国王であり、唯一の女王。在位は1891年1月29日から1893年1月17日。1862年に、アメリカ人のジョン・オー・エンド・ミニスと結婚した。1878年に作詞、作曲して、今でも多くの人に親しまれている歌、アロハ・オエ、女王の祈り。 クムリッポの英訳などの著作を多く残している。ハワイ王国は、1795年に、カメハメハ一世が白人たちの持ち込んだ銃器により、全党を統一して成立。早くから、欧米の影響を受けて、1840年には、カメハメハ賛成により、憲法を制定、立憲君主制となって、近代国家の体制を固めつつあった。 一方アメリカ合衆国は米北戦争、南北戦争を経て、いよいよ世界列強の帝国主義による領土獲得競争へと参入していく。また、この頃からサトウキビの大規模なプランテーションが急増し、サトウ貴族と呼ばれる白人経営者が発言力を増していた。米国が米西戦争でキューバ、フィリピン、 グアムを獲得するなどの拡張政策を推し進める中で、真珠湾などのハワイの戦略的重要性も高まっていた。一方、民族意識の高まりの中で、ハワイ人による王政の強化を求める王政派と佐藤貴族等を中心に王政を打倒し、米国への併合を目指す共和制派の対立が深まっていった。リリウオから二条をリリウオからには、 カラカウアケのカパーケアとケオホカロレの子として1838年9月2日、ホノルルに生まれた。当時のハワイ王国では、親睦を図るため、各首長官で相互に養子を交換する風習があり、リリオからにも2歳の時に、有力な首長の一人であった、パキとカメハメハイセイの孫コニアのもとへ、養子に出された。4歳になると、首長指定学校と名付けられた。 ローヤルスクールに入学し、他のホノルルの王族と共に、英語や音楽などを学んだ。幼少より、好奇心旺盛でお天場な性格であった、リリーウオカラには、ハワイ諸島の島々を巡り、史跡や雄大な自然を見て回るのが好きだったという。1860年、米国出身の白人で、後に、オアフ島知事となるジョムオドミニスと結婚した。 この時代のハワイ国王家は、短命のものが多い。1873年に、カメハメハ5世が死去して直系が断絶。後を継いだルナイロも翌年死去すると、血縁者の中から、リリウオカラニの兄カラカウアが選ばれて即位。リリウオカラニは1877年に、女性で、初の王位継承者となった。1887年、英国女王。 ビクトリアの在位50周年祝典への招待を受け、ハワイ王妃と共に国王の名代としてビクトリア女王に越見した。しかし、この木に起こされた共和制派のクーデターにより、カラカウアは新憲法への署名を余儀なくされる。これは国王の権限を大幅に制限し、議会へ移常するものであったが、参政権が一部の富裕層にしか与えられていない。現状では、ハワイ人、 アジア人の参政権排除と受け止められた。さらに、王政派の W. ギブソン首相も国外追放となった。1891年、カラカウアが渡米先のサンフランシスコで隠しすると、リリーウオカラには、上として即位、共和政派との対決姿勢を強めた。1892年、 ハワイ人らの新憲法制定の制限を受け、1893年1月14日、国王権限を強化する憲法草案を閣議に提出して否決された。1月16日、王政派と共和政派が共に大集会を開くなど、騒然とする中、危機感を募らせた共和政派は、米国のスティーブンス公使の要請により、アメリカ海兵隊がイオラに宮殿を包囲。 翌17日には、共和制派が成長者を占拠し、王政廃止と臨時政府樹立を宣言した。列強のいくつかの国が臨時政府を承認した一方で、王国の独立を支持する日本は、法人保護の名目で軍艦を送るなどしてこのクーデターに不快感を表明した。米国政府は、最終的にこの革命が不法なものであると認め、 スティーブンスコーを更迭するとともに、元会議員、ジェームズ・ヘンダーソン・ブロントを中心とする調査団を派遣したが、臨時政府はこれを内政干渉として突っぱねた。これに対し1894年2月、上院議員ジョン・テイラー・モーガンを中心とした調査団は、共和制派を支持する報告書をまとめた。ハワイ人による反対集会が繰り返される中、 1894年7月4日、臨時政府は、サンフォードドールを大統領として、共和国の独立宣言を行った。翌1895年1月6日、王政派が反乱を起こすが、数日の銃撃戦の後に新政府軍に鎮圧された。1月16日、リリオカラニの指定より、あるいは、イオラニ宮殿の庭から、たくさんの銃器が見つかったとして、 リリウオカラニは反乱の死亡者の容疑で逮捕され、イオラニ宮殿に遊兵された。1月22日、反乱で捕らえられた約200人の命と引き換えに、リリウオカラニは、女王廃位の署名を強制され、ハワイ王国は滅亡した。リリウオカラニは2月27日、反乱に加担した罪で5000ドルの罰金と5年間の重労働の判決を受けたが、 9月6日に釈放された。ハワイ共和国は1898年、米国に併合され、ハワイ準州となった。これは、米時治療という側面も持っており、完全に米領になったわけではなかったが、やがて準州知事が設置され、さらに、真珠湾などに、米軍施設が多数建設されると、名実ともに、米国領と化していった。 リリーウオ・カラニの夫、ジョン・ドミニスは、リリーウオ・カラニが即位した7ヶ月後に死去した。二人は子供に恵まれなかったため、名のカイウラニが王位継承者となったが、カイウラニは、ハワイ併合の翌年、死去した。リリーウオ・カラニは、その後も、救助王として、ハワイ人の敬愛を受けつつ、1917年11月11日、79歳で死去した。 リリューオカラニの死から42年後の1959年8月21日50番画目の州としてハワイ州が成立。ハワイは完全な米国領となり、ハワイ住民はすべてアメリカ合衆国の国民となった。ありがとうございます。